あ、どうも元気なさいです。てか、ピノって当たるんだね。なんか幸せのピノをさ、ずーっとさ、ピノ食いまくってるのに、最近ね、幸せのピノが一切出ない。で、本当に嫌なこととかあったからさ、なんか意外と当たるんやな、ピノ占いみたいな。うん、やべ、ちょっと溶けてる。でも幸せのピノって結構入ってるイメージあったけどね。ああ、よーいさんから、お前が、アラブの石油王、Windows、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、あらっす。ありがとうございます。うん、あ、ちなみにソフトバンク、孫正義が大ピンチですよね。うん、あれ、どうなったのあれ。あの、ソフトバンクの、なんか、中心障害が今後来んのかって。あ、もう治ったの、通信障害、ソフトバンク。治ったんすか、ソフトバンク。あ、もう治った。もうやばい、なんかさ、すげえ動画見たよ。なんか、あの、ツイッターで回ってきたんだけど、ツイッターで回ってきたけど、ソフトバンクショップにおっさんが行って、超怒鳴り、ソフトバンクの派遣社員かと思われる人に向かってめちゃめちゃ罵声を上げてたっていう、とんでもない動画を。あらすみかん。うん。とんでもないやつが回ってきた。あ、なんかニンニクマシマシ食ったら気持ち悪くなってきた。俺も早く金貯めて YouTuber になりたいな、もう。何年も前から言ってる気がするけど。このタイトル本気ですか？ YouTube は台本ない方が難しい。まあ、これは台本こそわかるかは思ったけどな。これは YouTube なんて、もこもこ YouTuber なんて、今や、有名な YouTuber は企業案件をもらって捨て間のね、捨て間の嵐な中、まあ、言われてみれば、台本じゃない方が少なくなってきたのかもしれないけど。ちょっとうんこしてくれ、ここ。なんかお腹壊したかも。あと腹痛くなってきた。ニンニクマシマシのラーメンを食べてきたんですよ。あと腹の調子が。
親が電気消せて。はあ、寒い。チーターの成長してる。いや、するわけないでしょ。そんな、いわくつきの人形じゃないんですよ。やべ、腹がやば。ああ、腹やばいわ。ああ、やばい。ああ。ニンニクね、なんかマシマシのラーメン食べたら、ベロの先端が超痛くなったんだけど、これ。大丈夫？なんか、ニンニクマシマシのラーメンを、とんでもないニンニクの強いやつがあるんですよ。そこの塊んとこ食ってたら、ベロの先端が、なんか、あの、こう、なんつうの、なんかラーメン食ったりするときに痛くなって、で、それで、ね、それ食った後に、なんかデカビタ飲んだら、その炭酸が染みて、ベロの先が痛くなった、うん。で、今はもう治ったんだけど、今は治ったけど、これ多分、ニンニクのやつ、もろく直で食ってたからね。うん。薬とかはないっす。やばいな、なんか。